大不況とは、1873年から1896年に、渡る世界的な構造不況である。これは、イギリス経済史での捉え方である。アメリカでは、景気循環の局面として考える。また、イギリスより長い時期を切り取る。つまり、1890年代の景気交代と、暗黒の木曜日をきっかけとする1930年代末までの、 不況である。アメリカでは世界恐慌が大不況の終盤である。大不況は1873年恐慌に始まる。1873年恐慌そのものは原因が多様であるが、以後の大不況にまで関わる要因は限られる。大不況の原因は広範な産業分野における生産力の向上である。特に銀の増産と価格の下落である。増産は 新鉱山の発見及び電解精錬の成果である。鉱山は従来から探索が続いていた。交渉に関しては、独仏資本の入り乱れたロレーヌ等を例に春節技術が向上した。これと先の電解精錬こそ技術革新として画期性を認めるべき点である。絶対量の増え続ける雑多な鉱石から銀を得られるようになった。やがて金銀比下は、 大昔のアイザック・ニュートンも想像できなかったで、あろうほどに開いていった。しかし、価格差が著しくなるのは1891年から数年である。ドイツ・オーストリア電信連合ができて20年も経つ頃には、その兆しが早くも察知された。そこで初めに、ドイツ帝国は、不仏戦争で獲得した50億フランの賠償金を、 使って、ロンドン市場等から金塊を調達した。そして1871年7月の中造法と1873年の中華法で、金本位制を採用した。1872年12月に、デンマークも、1873年に、スウェーデンも、金本位制を採用して、スカンディナビア通貨同盟を結んだ。1875年ノルウェーも参加した。 同年オランダが、1877年フィンランドが、それぞれ金本位制を取った。フランスも、パリコミューンをドイツと鎮圧してから、戦後復興のために、モルガン資本を注入されて、事実上は1873年から、正式には1878年から、金本位制となっていた。海の向こうで、アメリカも1873年の、 貨幣法により金本位制を取った。金本位制の流行が意味するところは、ドイツの動きに垣い見ることができる。1873年時点で、回収を必要とする旧銀貨はおよそ15億3000万、マルクであった。このうち新たな補助銀貨の鋳造に4億5000万、マルクを要したので、差し引き10億8000万マルクの銀貨をいぶして、売却することになっていた。 売却予定分は重量にしておよそ6000トンであり、当時の世界における年間銀算出口の3倍であった。このような大量売却見込みは、鉱山で算出した銀の売上単価を下落させる。南米では事業が縮小した。100万ポンド単位のイギリス海外投資額において、1872年21.4であったのが翌年に8.0となった。 1877年には0.6となった。ヨーロッパに対しても同様である。1872年に34.9であったのが、翌年25.4となった。1877年には3.7となった。北米に対しては1872年、1873年、1877年の、順で、30.8、26.8、4.3であった。 結果として、1873年には、オーストリア・ハンガリー帝国が、資金の引き上げにあい、同年11月7日、イングランド銀行は、肯定部合を9%に引き上げた。また、それまで緩やかであった、銀価格の下落が1876年だけ一段階段を、踏み外したようになった。1875年から1880年に、かけて、 アメリカの総輸出額は4億ドルも飛躍した。理由は、製粉技術の向上や過剰な鉄道建設ラッシュが直接的なものとして上がる。しかし、電話の発明も流通には関係する。ともかく1879年から1881年にかけて、アメリカのヨーロッパ向け穀物輸出が急激に増え、その支払いのためにヨーロッパから金が流出した。 フランス銀行の金準備は危機的水準に落ち込んだ。そして、フランスへは、ラテン通貨同盟諸国の減価した銀が大量に流入した。フランス銀行は政府に複本位制復帰を要請した。ライヒスバンクも金が出て銀が余るようになっていた。そこで1881年、第3回国際貨幣会議がフランスとアメリカの共同提唱で開催された。 イギリス・ドイツは金本位制にこだわり、フランスとアメリカは国際副本位制協定を主張し、会議は物別れに終わった。金に余裕があるかに見えるアメリカは1874年インフレーション法を制定していた。これはマネーサプライに新たな政府紙幣を供給することで物価の下落を防ぐことを目的としていた。 実業界からの圧力に押されて、ユリシーズ・グラント大統領はこの法案に、大使拒否権を行使した。1878年、議会は、ラザフォード・ヘイズ大統領の拒否権を覆して、銀購入法を制定し、低金利の資金を供給することに成功した。ヨーロッパ各国は金を新たに獲得するため、アフリカ分割に精を出すようになった。また、 金の流出を防ぐために金利が操作された。イングランド銀行の大不況における、肯定部合は1873年強行の時を別にすれば、中央銀行となった時からオーバーレンド、ガーニー強行が起こるまでと比べて低い水準に落ち着いている。しかし、このイングランド銀行だけでなくライヒスバンクとフランス銀行も肯定部合は、 格好膝元の市場利子率より常に高く据えていた。さらに、大不況中の GDP デフレーターが負の値であったので、肯定部合はデフレーターの絶対値を加えることで実質金利が高めであったことがわかる。1882年のパリ証券取引所での株価暴落によって、フランスは強行に突入し、19世紀のどの国よりも、 長くそして深い痛手をフランスに与えたと言われている。フランスのユニオンジェネラル銀行が1882年に破綻してしまい、フランスはイングランド銀行から300万ポンドを引き出すこととなり、またこの時フランスの証券取引所では株価が崩壊した。フランスの国民純生産は1882年から1892年に かけて10年間にわたり減少し続けた。余剰資本が生産制限に我慢できなくなって1887年から鉱山が再び開発された。100万ポンド単位のイギリス海外投資額は各地域に対して1885年から1891年までの各年におき次ぎのような値となった。 ヨーロッパでは3 4 5 0 9, 1 2 9 1 0 1 1二2 2 3 5 0であった。北米では14.114.023.937.237.252.88.7であった。南米では7 1四9 40. 3 8 9 4 0 3 4 0 2 2 3 3 9 4であった。アフリカへの投資はまだ本格化していない。ネバダ州。 コロラド州、アイダホ州が銀行産を抱えるアメリカでは1890年にシャーマン銀購入法が成立した。しかし南北アメリカの開発により1891年から金銀比較が異常に開き出した。その勢いは1893年強行が起こるまで止まらなかった。その後も銀の下落傾向が続いて1900年にアメリカは 立法により金本位制を再確認した。中央銀行を頂点とする間接金融は全体的に鈍化した。そこでは直接金融が代替手段となる。社債特にロンドン証券取引所で発行する外債である。外債発行の漢字、窓口となる銀行が資金を必要とする企業の将来を支配した。株式はそれを引き受ける側が 独占体制を構築するのにも使われた。ライヒスバンクとイングランド銀行の割引率格差がドイツに短期資本を呼び込んだ。資本支配には各国内部の人脈が影響してカルテルトラストコンツェルンだけにとどまらない多様なバリエーションが展開した。レッセマー、ン炉等の過剰な設備投資が行われ、急激な合理化により生産力も過剰となった。 こうして、将来の戦艦期に、国際カルテルを結ぶ、大企業が生まれていった。ヨーロッパの中で資金と雇用を求めるとき、そうしたコングロマリットに頼る、以外の道が閉ざされていった。一方で、アジア各国は、工業の合理化が遅れて、金を退在したまま銀本異性にとどまり、貿易銀の流通を長く許した。要するに、中華全体における競争で負けていた。 それで国内金融制度は整備が遅れた。金利は高止まりした。金本位制の採用は日本の場合1897年の貨幣法を待たねばならなかった。そこへオリエンタルバンクなどの外国銀行で銀価格下落による会計上の損失が生じた。もっとも香港上海銀行は金と銀を別々に会計処理したので被害を免れた。 こうして、イギリスでは、おびただしい銀行が淘汰され、個人銀行の場合1875年の236行から1900年81行にまで、減じた。これに伴い、アジア各国及び産業の資金調達元は限られてきた。資金の募集は、欧州各国及び産業と競合した。金が、基軸通貨となり、金を知る者、持てる者へ。 資金需要が殺到した。半世紀後のブレトンウッズ体制がドル不足を露呈したように大不況では金属としての金が不足した。海底ケーブルによりグローバル経済が進展して金という決済手段の流動性を極度に高めた。結果、その他の金融資産及びものとサービスが流動性と交換性を失った。世界の主要貿易国で 次々と成立した保護貿易主義政策の結果、1870年から1890年の間、国際商船取引は全く成長しなかった。保護貿易主義には景気を好転させる働きはなく、不況が長期化する一因となった。それ以前の関税戦争前の公共期,期には、商船取引量は相当数でおよそ2倍に成長していた。 唯一英国とオランダだけは低い関税率のまま維持していた。1890年からドイツの輸出環境が悪くなり出した。マッキンレー関税法が台米輸出の障害となったのである。さらに1892年、アドルフティエールの保護貿易主義を受けて過酷なメリーネ関税がフランスで設定された。ユンカーが オットーフォンビスマルクをして採用させた1879年の保護関税はもはや頼りにならなくなった。金本位制を再確認した1900年前後に集中してアメリカでは膨大な件数、企業数、資本額の吸収合併が相次いだ。イギリスでの吸収合併はさほどでもなかった。オールレッドラインと海運アライアンスの貢献は大きい。 このようなイギリスは、防和戦争をきっかけに、交際等の形で、アフリカへの投資を本格化させた。メリーネ関税を設けたフランスは、イタリアを相手に1887年以降10年に、渡る、関税戦争を経験していた。フランスはイタリアへの最大の投資国であるため、イタリア国内のフランス資産が生産されたことで特に、損失が大きかった。フランスは、 露仏同盟を背景に、ロシアへも巨額の資本を輸出した。ロシアでは3回の不況が発生し、経済が製造業へ集中し、不況の発生した時期も近く、これらの不況の合間には、景気回復の期間があった。1870年から1890年にかけて、主要な素行生産国5カ国の素行生産工は、 1100万トンが2300万トンへと2倍以上に伸び、また鉄鋼生産工は50万トンから1100万トンへと20倍に伸びた。鉄道整備事業も活況を呈した。しかし、同じ時期にいくつかの市場においては市場価格が総崩れとなった。1894年の穀物価格は1867年の水準に比べて3分の1まで下落し、 面の価格は1872年から1877年までの5年間で半値まで下がった。この価格下落によって農業従事者は大きな打撃を被った。この価格崩壊によって多くの国において保護貿易主義政策が取られるようになった。また、イタリア、スペイン、オーストリア・ハンガリー帝国、ロシア、スウェーデンなどからの大規模な移民流入も 誘発することとなった。同様に、鉄の生産高が1870年代から1890年代にかけて2倍になった一方で、鉄の価格は半値まで下がった。米国における一人当たり名目 GDP、実質 GDP の推移米国では、南北戦争後の短期的な戦後不況の後、投資ブームが発生した。この投資は、主に、 米国外の投資家によるもので、とりわけ、米国西部の公有地への鉄道布施設に対して、投資が集中した。この時ベクテル等が布施設の報酬として、公有地を譲り受けた。大不況は1873年強行を引き金として発生した。全米経済研究所では、パニックに引き続いて発生した不況は1873年の10月から始まり、 1879年の3月まで続いたとしている。同研究所の定義によれば、65ヶ月間というのは、史上最長の不況であり、世界大恐慌の時の43ヶ月間を上回っている。ミルトン・フリードマンとアンナ・シュワルツの図が示すように、国民純生産は1869年から1879年にかけて、年平均3%増加し、 実質国民総生産は同じ時期に年平均6.8%増加した。しかし、1869年から1879年の間、米国の人口は17.5%以上も増加しており、一人当たりの国民純生産の増加は人口増加率よりも低かった。1879年の出来事の後、米国経済は依然として、 不安定なままであり、1901年1月までの253ヶ月のうち114ヶ月間は不況であった。物価の劇的な変化が名目賃金を押し下げた。米国では名目賃金は1870年代に4分の1減少し、ペンシルベニア州などの一部の地域では半分まで落ち込んだ。実質賃金は 米国南北戦争の後も力強く伸びており、1865年から1873年にかけて25%増加したものの、1880年代までに実質賃金の増加は伸び悩み、実質成長はなくなった。再び実質賃金が増加するのは1880年代末のことである。面花の価格崩壊は、 すでに戦争によって疲弊した米国南部の経済をさらに壊滅させた。農産物価格は劇的に下がったものの、米国の農業生産高は増大し続けた。米国企業の多くが倒産し、10億ドル以上の負債が債務不履行に陥った。ニューヨークの労働者4人に1人が1873年から1873年の冬の間失業しており、 国全体では100万人が新たに失業した。最も生産が減少したセクターは製造業、建設業、そして鉄道事業であった。鉄道は危機以前は長年にわたって驚異的な成長のエンジンとなっており、1867年から1873年にかけて鉄道の普設距離は50%増加した。危機の前の数年間は、 米国の設備投資の20%が鉄道に投下されていたが、この鉄道事業の拡大も1873年には劇的に幕を閉じた。1873年から1878年にかけて、米国の鉄道不設距離はほとんどと言って良いほど増加しなかった。アメリカは最初の全国的な1877年の鉄道大ストライキに耐えた。 フリードマン貯蓄銀行は経済危機の典型的な犠牲者だった。南北戦争の後の1865年に購入されたフリードマン貯蓄銀行は米国で新たに解放された解放奴隷の経済的福祉を支援するために設立された。1870年代初頭にフリードマン貯蓄銀行は陶器ブームに手を染め、 不動産や鉄道への無担保融資に投資した。この投資が1874年に失敗し、アフリカ系アメリカ人にとっては、停滞打撃となった。不況によって、ユリシーズ・グラント大統領は通列な政治的犠牲を払うこととなった。歴史家のアラン・ネビンスは、グラントの大統領生命の終わりだと述べている。いくつもの政権が、経済の低迷により退陣を余儀なくされたが、 グラント大統領の退陣ほど国内において無能で不名誉なものはなかった。グラント大統領は政策も打ち出せず大衆の人気もなかった。大統領は改革派や捜査当局の放火を浴びてやむを得ず内閣再編を行った。新内閣の半数は全くの未経験者で構成されており、また数人は疑惑の過中の人物、数とは不祥事を起こした。 その結果、省庁の職員の大半はやる気をなくした。党は、暗黙に次の政権は現政権とは全く異なるものになると訴えて、有権者に投票してくれるよう求めた。その年は、この100年で最も深刻な経済強行の年であり、国はほとんど指導者不在の状態となった。1878年に、景気は回復し始めた。 鉄道の布設距離は1878年の2665マイルから1882年の11568マイルへと伸びた。1879年までに建設業の景気も回復し、1878年から1883年の間に建築許可数は2.5倍に増え、入国する移民数が多かったにもかかわらず、 失業率は2.5%も低下した。全米経済分析局によれば、米国では1879年3月まで不況が続いたとしている。1879年の1月、米国は南北戦争の時に一旦離脱していた、金本位制に復帰した。エコノミストのレンディングス・フェルスによると、金本位制によってデフレーションは、底打ちし、 また1879年の農作物の生産効果が特に好調だったことも受けて景気が回復し始めた。現代になって行われた再調査では単一の不況が1873年から1896年まで続いたという見方は大方支持されていない。実際、1869年から1879年にかけて米国経済は 実質国民総生産で6.8%、一人当たりの実質国移民総生産で4.5%の成長を遂げていた。実質賃金は1869年から1879年にかけて上昇しなかったが、名目賃金は23%上昇し、物価は4.2%低下した。しかし、この景気回復は長くは続かなかった。 企業の利益は1882年から1884年の間に急激に低下した。鉄道建設事業の景気は再び悪くなり、1年あたりの鉄道付設距離は1882年の1 1 5 6 9マイルから1885年の2866マイルまで減少した。 鉄道線路の価格は1880年の1トンあたり71ドルが、1884年には1トンあたり20ドルまで下落した。製造業は再び停滞した耐久消費財の生産は再び25%減少した。1884年の別のの経済危機により、さらなる価格下落が生じた。 それと同時に1883年から1884年にかけて米国が金本位制を廃止しようと準備しているとの恐れを抱いた海外投資家が所有する数千万ドル相当の米国証券を売り払った。この経済危機は11行ものニューヨーク銀行100行以上の州立銀行を破綻に追い込み少なくとも3200万ドルの借金が 債務不履行に陥った。失業率は、二つの不況の間の束の間の後継期の、時には2.5%程度だったが、1884年から1885年に、かけて7.5%まで急上昇した。労働市場が悪化したことで、移民の数が減少したにもかかわらず、米国北東部では、失業率は13%にも上った。 二番目の不況によって農産物価格はさらに低下した。カンザス州の農家は1885年には自らトウモロコシを燃やしてしまった。というのも当時はトウモロコシの方が石炭や木材などの他の燃料よりも価値が低かったからである。1885年に経済は再び回復し始めた。この節は今のところ 合衆国に着目した場合に最も重要な1900年前後の説明を書いている。合衆国の大不況は世界恐慌へ続いている。ありがとうございます。